だけ手に入るか試してみましょう。言いたいことはわかるわ。モラへの理解を生かしてそれに関する場所で稼ごうという考えよね。だけど北国銀行は少々特殊なところよ。彼らが歓迎してくれるとは思えないわ。ねえ、それにまあいいわ。あなたにも見せてあげる。そう時間もかからないでしょうから。彼らはきっと今でも私のことを恨んでいるでしょうね。行幸様、またファデュイを困らせに来たのでしょうか。失礼ですが、公的な圧力を銀行にかけられますと取引が滞ってしまいます。仮にそうだとしても、そこまで敵意を持つ必要はないんじゃないかしら。もし私が商売の話をしに来たと言ったら、あなたはどうする？受けるかしら、それとも断る？それは内容によりますし、私一人で決められることではありません。それにあなたがここに来た理由が本当にビジネスなのかどうかは誰にも分かりませんので、また以前のように私たちに多額の損失を与えるようでしたら、ここにいる人では誰も責任を負えません。包み隠すことなく本音を言うのね。悪くないわ。では行きましょう、旅人。これ以上は時間の無駄よ。予想通りの態度ね。今なら私の言ったことも理解できるんじゃないかしら。当然よ、スネージナヤとの外交関係は保たれているけれど、賠償金については彼らにきちんと請求をしたから。そしてその賠償金は北国銀行が支払っているの。だから今でも私を警戒しているというわけよ。ええ、完全に同じというわけではないけど、ほぼそれに近いわね。もし旅の途中他の国でも彼らを見かけたら、単なる商業組織だと思わず警戒するのよ。気にする必要はないわ。もとより私の意図は、あの戦いにより残された影響をあなたに見せることだったのだから。さて、真面目な話はここまでにして、そろそろ楽しいゲームの時間に戻りましょう。言われてみれば誰かに見られているような気がするわね。彼らは一体何を企んでいるのかしら。ええ、私も同じことを考えていたわ。でも迂闊に行動して気づかれてしまったら反撃の機会を失ってしまう。まずは気づいていないふりをして尾行相手を特定しましょう。それから人気のないところに誘い込み、感づかれる前に捕らえるのが得策よ。さ、いつも通り歩きましょう。相手に気づかれないようにね。ある程度見当がついたわ。ここは人の往来が決して少なくはないけど、よく観察すると私たちのことを見ているのはたった数人しかいないわ。今のところまだ確定はできないけどね。ええ、そうね。私たちがこのまま歩いていればその人も必ずついてくるでしょう。
だいぶ絞れたわね。けれど完全に確信が持てるまでは慎重に行動しないと。もう少し時間をかけて相手を絞りましょう。そろそろ答えが出せそうね。あの人の視線に入らないよう回り込み、こっそりと近づきましょう。相手を間違えないでね。でないとこれまでの努力が無駄になってしまうから。お前たち何をする？影でこそこそと。まさか私たちが気づいていないとでも思ったのかしら。何なんだ？俺は何もしてないぞ。北国銀行が何をしようとしているのか、あなたにいくら支払ったのか知らないけど、一つ取引をしましょう。あなたが協力的であれば、その後の調査であなたの責任を一部免除することを約束してあげるわ。それはそれとも何が起ころうとも、北国銀行が自分のことを見捨てないとでも思っているのかしら。私が取引を撤回する前にきちんと損得を計算して答えを出した方がいいわよ。申し訳ございません、行幸様。俺が受けた任務はただあなたを尾行することだけです。急にあなたが北国銀行にいらしたので、何か特別な意図があったんじゃないかとみんなそう思ったんです。しかしあの短い会話の中で本当の意図を理解できた者はいませんでした。だからこそ油断してはいけないと思い、この件をはっきりさせたかったんです。じゃないと安心できませんから。いくら私が怖いからといって、この反応はあまりにも大げさなんじゃないかしら。隠そうとしたせいでかえって露見してしまったわね。きっと表にはできないことを陰でしているのでしょう。あの雰囲気をあなたに味わってもらうため連れて行っただけなのに、まさか獲物が釣れるなんて。それであなた以外にも私たちを尾行している者がいるはずよね。ええ、彼らはもうこの状況を見て報告をしに先に戻りました。だったら私たちもゆっくりしていられないわ。彼らに時間を与えてしまえば調査で得られる手がかりも減ってしまう。時間がないわ。臨機応変に行きましょう。この人も連れて行くわよ。逃がさないようにしてちょうだい。行幸は何も企んでいないということですか？ありえません。何か企んでない限り私たちのところに来るはずがない。もう一度調べて必ず彼女の真意をはっきりさせなさい。ずいぶんと賑やかね。会議でもしているのかしら。ついてない。会議の内容は私が聞いちゃいけないことだったようね。なら話が早いわ。やっぱり調査しに来たんですね。一体どこで耳にしたんですか？そんなのはさまつなことよ。重要なのは私たちが来た意図もわからず、何人もの人を使って密かに私たちを尾行したこと。 B 上にはここには銀300両はないという言葉があるの。隠そうとしてかえってバレてしまうという意味よ。
正直に白状なさい。私はリーユエコーで行われる不正な経営を決して見逃しはしないわ。この人に調査させたら、たとえ白でも黒になってしまう。そこまで言うのなら、厳正な手順にのっとって行いましょう。もし規則を守らないのであれば、たとえリーユエ七世であっても北国銀行はそれを拒否することができます。いいわ、それならじっくりと時間をかけておとなしく全てを吐き出させてあげる。